おすびチャンネル、やめなさい。はい、ということで、今日もやってきた感じでございますけれども、ささみんと遠藤です。はい、でございます。突撃ミュージシャンインタビュー、ありがとうございます。さあ、ということで、テンションの違いがちょっとね、レアキャラですよ。レアキャラね、言ったら、はい、ウルトラレア、ウルトラレアです、うん、で、さらに言うと、あんまりプライベート知らない。確かに、ほぼ知らないから、逆にすごい聞きたいです。あ、本当教えてくださいよ。どんどん聞いてください。あ、爽やか、すごい。ちょっと寄ってください、カメラさん。はい、イケメンよ。ちょっと鼻毛とか、鼻毛大丈夫、鼻毛が長いんですね。いやいやいや、目が綺麗、ちょっと、静粛に、静粛にいいですか？いきますよ。じゃあ、はい、1番からね。それでは行きましょう。アジェンダに従っていきます。せーの、1。お名前は？坂口亮太です。爽やか。いい名前。ね、坂口さんの坂がさ、ね、坂口さんの坂があれじゃない？これ大阪の坂じゃん。そうなんです。小里編のね。小里編。ね、はいはい、ちょっと珍しいじゃない？確かに。両親2人とも関西で。あ、そうなんだ。親父は大阪で、母親は神戸。ハイブリッドしな。ハイブリッド。今なんて言ったの？ハイブリッドです。ハイブリッド。サラブレッド。まあまあまあ。じゃあ次行きましょう。大丈夫ですか？はい。坂口亮太さんね。坂口亮太さんでございます。はい、それでは、2。パート名は？なんだろうな。ギターをやってます。ガチャガチャ。ガチャガチャ。イメージがさ、なんか昭和そのイメージがアコギのね、アコギな感じでね、はいはい、ギターでございます。はい、いつもね、優しい音色をね、奏でてくださって、はい、ありがとうございます。基本的にジャズです。そうですね、ジャズが好きで、今ちょっと練習してるんですけど、うん、練習してる、勉強してる、ここからです、です、です、はい、はい、さあ、いいね、かわいいね、はい、おさわり NG ですよ。はい、それではいきます、はい、3。音楽を始めたきっかけは？きっかけは中学の時に親父に、うん、アコギをなんとなく買ってもらって、アコギをなんとなく買ってもらったんですか？そうなんですよ。地元のなんかちっちゃいデパートの、うん、おもちゃ売り場みたいなところで買ってたアコギをなんか買ってあるみたいな。突拍子も突拍子突拍子も突拍子なく、なく、うん、いきなり買ってくれて。で、当時は僕、イエローモンキーってロックバンド、あ、社長も大好き、大好き、私大好きです。はあなたのためちょっと静かにしてもらっていいですか？そういうのが好きで、うん、家でこうジャンジャカやり始めたのが、まあ、1回やり方が始まりして。地元のデパートっていうと、そこ探るんだ。地元バレちゃう。泉谷なんですけど、16号沿いに。あ、泉谷って聞いたことある。ちょっとごめんなさい、調べときます。聞いといてね、広げないっていうね。長崎屋かなと思ったんですけど、違ったっていうね。すいません、失礼いたしました。それでは次に行きたいと思います。4。音楽以外の趣味は？趣味は、うん、気になる。最近でまた始めたんですけど、スケートボードを、やっぱり中学時代にずっとやってて、二十歳ぐらいまでやってやめちゃったんですけど、うん、ちょっとまた再開して。スケボーってことですよね？そうです、スケボーです。路上で？路上、うん、路上ですね。でもやっぱりうるさくて注意されちゃうんで、川沿いの、今図書館とかも川沿いにあるんですけど、僕の地元そういう路面のいいところでしかスケボーできないんで、河原の図書館の前の ロータリーっていうか、コンクリートのところでやったりとか。へえ、そうなんです。あれですか、手すりとかにこうガーンっていっちゃうんですか？いやいや、スリーとかのやつはちょっと難しいんで、こう、なんていうんですか、地面でこう跳ねたり、回したりとか。すごくない？なんか意外。そういう動画ないんですか？そう、動画、撮りたくは。あ、いや、動画、ちょっと頑張って、じゃあ撮って。おあ、お、楽しみ。いただければ、挟みますから。あ、わかりました。すごい。撮ってみたい。じゃあ、頑張って撮ってみます。あ、撮りたかが。最後の質問です。来ましたよ。ササミママにマラマースぶっ飛んじゃってください。モロモース、はい、そうですね。やっぱ不満あると思うんですけど。いやいやいや、そんなにないかも。まあ、ステージ上がる前とかに、お店が忙しかったりすると、もう、うん、こういろいろ
接客して、お酒作って、でもなんかこう、どんどんゾーンに入ってきて、もう目がバッキバキの感じでステージに来るとなんかちょっとおーみたいな若干怖いみたいな目がバッキバキバッキバキもうテンションが上がってはいはいはいどうもみたいな感じで来るとはい、はい、ちょっとついていけなくて結構リアルな意見をいただいてすごく伝わりますこれは素晴らしいあの気をつけますねただでさえねねえなんか言わせようとしてますいやいやいやね、顔がうるさい顔がうるさい関係ないですよじゃあそこはちょっと気をつけさせていただいてね、はい、坂口さんにもちゃんと好いてもらえるようにいい女になりたいと思いますどういうことさあということで、はい、以上になりますけれども今日のゲストはギターの坂口亮太さんでした坂口さんありがとうございます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 あり